あとは水のクリスタルね。ああ、水のカオスだ。あのさ、ジャックが怒るかもしれないけど、俺は黙っていられない性分だからさ。行くぞ。だいぶ古そうな砲台だね。起動はしてないか。いろいろと動き出したみたいだな。無事会えたわね。行きましょう。なあジャック。なんだ、過去の話か。大切なことだと思わないか。だったら自分の胸にしまっておけ。行けるぞ。倒すでしょ。やるぞ、ついてこい。攻撃、来るわ。体勢を下げられたの。勝ったか。でも気を抜かないことね。の故郷はこことは違う場所。カオスを倒して光の戦士になるためにこの世界にやってきた。そういうことは頭の中で言え。宝箱があるわね。とりあえず切り抜けたか。苦難があるからこそ強くなる。上の階に戻ろう。えい、さてと、ここからだ。やるか。出してるわ、ジャック。さすがに一筋縄じゃいかないわね。黙らせてあげましょう。限界が近いわね。面白くなってきたな。諦めないから。
これで楽に戻れるぞ。探索しやすくなったわね。なかなかの代物だ。拾いましょう。思い出す故郷は草しかないんだよね。背の高い草の生えた草原と、あとは白い部屋、町とか村とか俺の家とか、そういうのが全然思い出せない。うちに帰りたいな。うちが思い出せないのに変だけどさ、ちょっとみんな聞いてる？キューブがあるな。場所は覚えておきましょう。いないわね。よくやったな。次も頼むぞ。封じられたか。怪我は手当てしておけ。ここからだ。何かある。
あら、元の場所に繋がったの？多少は楽になりそうだな。すぎる。ジャックがいれば当然ね。どうして過去を恐れるの？恐れてなどいない。旅先で見る風景がきっかけで俺はどんどん思い出している。みんなもそうなんだ。忘れていることに意味があるなら思い出すことにも意味があると思わないか？知るか。どうも気力が冴えないな。お出迎えだな。敵を呼び出すつもりだ。ジャック、迅速に対処しましょう。やめ！終わりだ！戦士になるっていう以上にもっと大事な目的があった気がする。二人はさ、何か思い出した？私は生まれや黒水晶のこと。俺はこれ以上仲間を失いたくない。生きて皆で進まないと。いや、こういう話はジャックが気にするな。やめてもね。え、キューブじゃない？調べておくか。さてと。見て、あの砲台。ここまでにあったのがおもちゃみたい。
下げられたか。よし、カオスでしょ、入られるピッチャー。トフィア、アッシュ、必ず助ける。動力源になっていたわけか。残りはあと一つだな。よし、お出ましね。蹴散らしてやるさ。珍しいな。拾いましょう。宝箱があるわね。砲台本体ね、壊しとくでしょ、ジャック。当然だ。変更だ。で、あ、終わりだ。
しきれるか。大丈夫だ、俺たちの方が強い。とりあえず切り抜けたか。しっかりしないとダメね。みんなの強さが羨ましかったんだ。さてと、いけるぞ。ここからだ。あいつ、他の敵とは違う。みんな気をつけて。敵が集まってきそうだな。怪我は手当てしておけ。こんなところだ。ジャック、話は後だ。この先から強い敵の気配がする。頭の中で過去をいじり回してないで、目の前の出来事に集中してくれ。売れないね、ジャックは。さすが。ねえ、キューブじゃない？調べておくか。ここからだ。健康だ。魔物はもちろん、霧にも気をつけろ。他人の記憶が入り込めば、それはもう自分の記憶。自分自身でいたければ。余計な情報を入れるな。あの光、もしかして。やっぱり同じような攻撃をしてくるんだ。こいつの攻撃を妨害する機能があるらしい。ああ。
ぶ情熱的に暴れるわね。悪いけど、こいつの情熱には興味ない。こうしましょう。ごめんね。これで行く。来る。ジェド、何をする。ジャック、俺嬉しくて。あなたと一緒ならうまくやれそうで。もう何でも命令してくださいね。あ、はい、すいません、黙ります。でも光の戦士になったら俺戻らないかも。こっちじゃ平民のガキですからね。平民のガキめ。残るか帰るか迷うのは後にしろ。うん。